プラート県は、イタリア共和国トスカーナ州の県の一つ。県とはプラート。1992年に、フィレンツェ県から分かれて成立した、トスカーナ州北部に位置する県である。県と、プラートは、州都フィレンツェから北西へ 17km、ピストイアから南東へ 17km の距離にある。隣接する県は、以下の通り。プラート県の面積は365。 経平方メートルでトレーステ県に次いでイタリアでは2番目に小さな県である。2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば人口5000人以上の都市、集落は以下の通り、うちは所属コムーネ名を示すが都市名と同一の場合は省いた。県とプラートは州とフィレンツェに次いで州内第2位のコムーネ人口を持つ。 人口推移、カンタガロ・カルミニアのモンテムル・ロレイレイオン・プラート、バイヤーのベルニオ・プラート県には7つのコムーネが属する。所属するコムーネの数は、トリエステ県に次いで2番目に少ない。左端の数字は、ISTAT コードを示す。人口は2011年1月1日現在。面積は2001年のデータで、単位は、経平方メートル。ありがとうございます。